はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画。今回も、ビール。ザ・軽井沢ビールの、ブラック。黒ビールです。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。アルコール度数 5%。軽井沢の自然を感じる芳醇なコクと甘み、香ばしさのビールです。となっております。こちらは、まあ、あれですね。軽井沢の、いわゆる地ビールとなってます。前回飲んだのが、なんだっけ、琥珀色のビールだったよね。確かに。今回は、完全に黒ビールとなっております。それでは乾杯。あ、うん。あ、黒ビール。うん。これはそれなりに美味しい。うん。うん。結構香ばしいね。黒ビール。最高級の麦芽をローストして生まれる落ち着いた色調と香ばしさ、芳醇なコク、程よい甘みが特徴の黒ビールです。うん。香りがいいですね。うん。なんか香りが他の黒ビールにはない。なんか、いい香りがする。気がする。うん。うん。ただ、あんまり苦さっていうのがないですね。うん。黒ビール、うん、まあ、黒ビール、にしては結構甘いタイプ。苦味はそれほど感じません。うん。うん、まあ、そこそこ美味しいですね。うん、やっぱり、原材料が麦芽とホップだけじゃないっていう、米とコーンとスターチが入ってるっていうのはやっぱり結構でかいと思う。大体他の黒ビールって、麦芽とホップだけだったりするのが結構多かったりするんじゃないかなと思うんですけど、うん、これは軽井沢ビールは基本的に全部米とコーンとスターチが入ってるのが特徴でしょうか。いや、そういうわけでもなさそうですね。種類によっては麦芽とホップだけっていうパターンもあるみたいですが、うん。まあ、こちらはね、うん。麦芽とホップだけじゃなくて、米とコーンとスターチが入ってる。まあ、一般的に米とコーンとスターチ入ってると、ちょっと、なんじゃないかな、まあ、朝日スーパードライもそうなんですけど、あれも麦芽だけじゃないからね。麦芽とホップと米とコーンとスターチ入ってるから。うん。麦芽だけっていうか、麦芽 100% ビールとはやっぱちょっと違うんだよね。うん。俺は、米とコーンとスターチが入ってるやつの方が好きなんですけど。うん。スーパードライはね、やっぱり一番売れてて、なおかつ米とコーンとスターチが入ってるビールですから。
やっぱりあれですよね。うん。まあ、麦芽 100% ビールでいくと、やっぱり一番搾りとかが有名ですけど、一番搾りとかはちょっとコクがないんですよね。うん。米と今度スターチ入ってると結構、ちょっと、コク中よりは、舌に残る感じがあるかな。で、麦芽 100% だと大体、スギッとする。舌に残らない感じがするんですよ。まあ、あくまで俺理論ですけど。まあね。まあ、少なくとも、一番搾りようが、キリン一番搾りようが全然俺は好きなんですけど、スーパードライの方がね。キリン一番搾りはちょっと薄すぎるな。あれはな。うん。一応、軽井沢ビールの中で、一番香ばしくコクのあるタイプなのが、このブラックとなっておるようです。チャートマップが書いてあるけど。なるほどね。でも、それにしてはそんなにコクなさない感じするけどな。個人的に。まあでも、それなりに舌には残るけど、黒ビールとしてはちょっと、やっぱり、ギネスとかに比べると、全然あれですね、コクはないですね。うん、苦味も、ほとんど感じられません。まあ、それはまあ、あれです。別に、まずいっていうわけではないです。あ、それはあれでしょ。苦味がないっていうだけで。このさ。ということで。そこそこ美味しいですね。そこそこ。甘み、うん。甘みは結構強い。ってこともないか。うん、まあ、香り。まあ、香りは結構強いですね。まあ、買いかどうかとしたら、まあ、黒ビール好きな人は買っても、まあ、問題ないとは思うけど、まあ、別にそこまで、あれかな。3344です。ご視聴ありがとうございました。